こんにちは、ゆるふまです。皆さん、ついにライトコインの半減期来ました。カウントダウン見てますでしょうか。日をね、またぐかまたがないかぐらいの時にね、半減期が起こります。はい、そしてゆるふわのチャンネル登録、グッドボタン、高評価ボタン、今のうちに押してくれるかな。いいとも。はい、皆さんね、今のうちにゆるふわのチャンネル登録とグッドボタンをポチ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 っとよろしくお願いいたします。はい、アナリティクス見てめちゃくちゃ驚いております。なんと半数以上の方がチャンネル登録していらっしゃらない方がご視聴してくださっているというね、はい、データが出ておりますので、はい、皆さんね、ゆるふわのチャンネル登録ポチッと押していただけるとね、めちゃくちゃ励みになります。よろしくお願いいたします。そしてゆるふわのね、今日のファッションチェック、はい、今日ユニクロのね、これはなんていうの、ユニクロのこのユニクロの UT っていうのか、ユニクロの UT にてね、今日のチャンネルお届けしていきますとかね、こんな話はどうでもいいよっていうことなんですけれども、今日もめちゃくちゃね、いろんなニュースがたくさん入ってきています。マイクロストラテジーがね、2021年以来の最大のビットコインの購入をしています。そして株式の売却も計画していて、でそのね、株式売却の金額が約日本円で1047億円相当の株式の売却を計画してるんですね。で、この売却したお金でビットコインを買うのではないかという噂もされています。そしてね、なんといってもね、皆さんね、注目のバイナンスジャパン、皆さんね、なんでバイナンスジャパンがここまで海外のメディアでも取り上げられているのかと言いますと、バイナンス日本上陸だだけじゃないんですよ。その他に結構みんなが注目している理由がね、ちゃんとあるんですよ。その理由についても今回この動画で解説をさせていただきたいと思います。そしてね、もうまだあんのかよという話なんですけれども、リップルも、はい、裁判終わってないですからね。皆さん、そこのね、リップルの情報に関しても情報シェアしていきます。皆さん、仮想通貨取引所オーバービット、もうすでに確認していますでしょうか。オーバービットさんは、グリッドボット取引がとても魅力的で、このグリッドボット取引なんですけれども、バックテストがあったりですとか、本当に透明性の高いグリッドボット取引となっています。オーバービットさんのグリッドボットに関しては、オーバービットさんが推奨してくれているボットがもういくつかあるんですね。なので、あ、これもしかしたらいいかもなって思うものにポチッと押していただいてスタートをさせるだけで、効率的に資産の運用をすることが可能となっています。そして、ね、最近仮想通貨のロケットゲームをね、リリースしたんですよ。このゲームがめちゃめちゃ楽しくて、こうロケットをね、ピュン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 ってこう、なんて言うんだろう、こうピストルみたいのを撃つと、そのピストルが運よくね、隕石とかいろんなアイテムに当たると得点がもらえちゃったりするので、このゲームね、ゆるふわの得点で3回無料でできますので、通勤時間とかちょっとだけね、お時間ある時にぜひね、3回無料でね、試してみてください。それではね、今日も元気に仮想通貨の相場、そして最新のニュース、一緒に見ていっちゃいましょう。それではレッツゴー。はい、それではね、ゆるふわのサイトで相場の状況をチェックしていきましょう。はい、テクニカル分析、ビットコイン、イーサリアム両方とも買いが強くなってきている状況です。はい、そして相場のトレンド状況がこちらとなっております。ビットコイン買い、イーサ売り、テザー強い買いとなっております。あと同時も強い買いになってますね。そしてADAコインに関しては強い売りとなっております。はい、それでは本日のね、ナスダックに関してはマイナス 0.61%、 日経に関してはプラス 0.92% で本日終えております。
はい、それではね、ドル円見ていきましょう。おーおー、すごいな。ドル円、はい、142円となっております。めちゃ上がりましたね。はい、ユーロやばい。157円。私ね、先週のパリは、159円で決済されてましたね。あのクレジットの決済ね。はい、参考までになんですけれども。っていうことはですね、多分ここで上がってきてるから、多分今ね、あのクレジットカードとかで切られた方、多分160円にいってる可能性大だと思います。はい、ポンドに関しては、182円となっております。高い！いや、もうね、いけないです。もうイギリスにはいけないです。高すぎる。はい、それでは今日の経済指標発表。はい、それではね、今日の経済指標発表を確認していきましょう。8月の2日ですね。今日の夜21時15分に、アメリカでADP 非農業部門雇用者数の発表を控えております。あとその後ですね、23時30分に原油在庫量の発表を控えています。だいたいね、多分この時間あたりに、あのライトコインのね、あの半減期のね、ライトコインのね、半減期になるのではないかなという感じかなと思います。で、こちらのサイトでね、ちょっといろいろと確認をしていきたいんですけれども、こちらがビットコインの2013年から今年の2023年まで、あの、毎月ね、どういった感じのパーセンテージで、動いていたよという、こう、なんていうんですか、指数みたい、指数、なんていう、データになるんですけれども、見てください。これね、今8月におりますと、2022年の8月に関してはマイナス 13% だったんですね。で、その2021年に関してはプラス 13% だったっていうことなんですけれども、このね、ちょっと次の月を見てほしいんですよ。9月。9月は、2017年、これバブルですね。この時からもうずっと9月はマイナスなんですよね。そう。なので、あの、9月は下落しやすい月となっています。はい。ゆるふはね、再三お伝えしておりますが、仮想通貨のバブルの波にね、みんなで乗ろうよって、本当にね、心から思っています。なので、本当にこの夏にね、そのバブルに乗るための準備を、本当に皆さんにしていただきたいなと思います。口座の開設だったり、USDT、USDC の用意はもちろんのこと、ある程度の、ちょっとね、ちょっとした本当に用語の理解だったりとかで構わないです。なので、それをちょっと今年の夏に、しておいていただけると、かなりいい波にね、あの、ゆるふわメンバーみんなでね、乗れるのではないかなと思っております。そう、ゆるふわもね、もう、とにかく分かりやすく初心者の方でもこう波にみんなでね乗れるようなその情報配信を心がけておりますので、もし本当にね分かんないよ、何なんだよって思われた方はぜひねコメント欄の方にコメントください。そしてね、あの絵文字だけポチッというコメントでもね、口癖直しなよとか、今日のユニクロの T シャツじゃなくてとかね、ユニクロいいじゃんとかね、もう何でも構いません。コメントいただけると本当に励みになります。よろしくお願いいたします。ということでね、ゆるふわが何を言いたいかというと、8月ゆるふわは下落目線なんですけれども、もっと下落なのが9月っていうことなんですよね、このデータ上ね。なので本当にこの夏は準備をしていただきたい。もう再三お伝えしてるんですけど、本当に準備をしていただきたいということをね、ちょっとね、このマップを見ながらね、あの、なんでかっていうのをね、お見せしたかったんですよ。なのでね、今日はちょっとこのマップを見てお話をさせていただきました。はい、なんとね、はい、来ましたよ。マイクロストラテジーが2021年以来最大のビットコインの購入を実施ということでね、うひょーということじゃないですか。もう皆さんご存知だと思うんですけれども、マイクロストラテジーは本当にね、もう日に日にね、ビットコインの枚数を増やしていってるんですよ。はい、でマイクロストラテジーが購入した12,333 BTC は
約平均で28,136ドルほどで購入しているということなんですね。ここにも書かれている通り、マイクロストラテジーね、また前回なんですけれども、前回はビットコイン29,672ドル付近で取得をしているんですね。なのでだいたいその3万ドル以下の水準の時にあのビットコインをね買っているんだなというのがね、ここの数字から見受けられるかなと思います。で、今回そのマイクロストラテジーが自社株をね売却する計画があると噂がされています。で、ここの売却の金額が日本円で約1,074億円、ドルでいうと7億5000万円相当になるんですけれども、その株を売却してビットコインを買うのではないかとね、本当に噂されているんですね。なので今後ね、これだけのビットコイン買うんだよってなってるし、そしてねマイクロストラテジーがーってなってるので、はい、皆さんここのニュースに関しては引き続きねゆるふわと一緒に情報を追っていきましょう。はい、じゃじゃん、リップル裁判でリップル訴訟で一般販売と機関販売との区別を判事が否定したんですね。そしてこの判決は SEC がテラフォームラボスとデュークオンさんに対する訴訟を継続することを許可し、規制当局に XRP 訴訟における控訴理由を与えたんです。これがねすごい面白いのがテラが関わってるんですよね。はい、SEC がテラフォームラボスに対する訴訟を進めることにゴーサインを出したことが明らかになりました。で、レイクホフ判事は、リップル事件で示された公的販売と機関投資家の販売との区別から大きく逸脱していることを示していると指摘しています。ここがね結構なポイントとなっています。はい、投資が有価証券として適格かどうか判断するハウイテストでは購入者の区別をするものではないと強調しました。はい、でここでねコインが被告から直接購入されたのか二次取引を通じて購入されたかにかかわらず、被告の努力に起因する利益期待は変わらないと指摘をしました。ここのその XRP の収益を促進した個人投資家や機関投資家を引きつけるリップルの公的キャンペーンを強調したということなんですね。なのでね、結構引き続きかなり XRP については注目して見ていった方がいいかなと思います。一気に価格上げましたが下がる可能性もあります。それがクリプトです。はい、じゃじゃん、皆さんね大注目だと思うんですけれども、バイナンスジャパンがね開始しました。なんとね、取扱い銘柄は国内最大の34銘柄となっております。そしてね、なんでこんなにね海外でバイナンスジャパンってね注目されているのかと言いますと、このねバイナンスジャパンが日本に立ち上がったからだけじゃないんですね。理由はそこじゃないんですよね。なんでかと言いますと、 BNB の取り扱いがあるからなんです。で、なんでこの BNB の取り扱いがあるだけでそんなにね注目されているんだと言いますと、SEC ですよ、SEC からこの BNB に関しては未登録証券として見なされているんです。だから結構注目されているんです。その SEC から未登録証券だと指摘されている BNB を日本のバイナンスが取り扱うということで世界的に注目がされているという点もあります。なのでね、ちょっとここはみんなに知っておいていただきたいなと思います。日本の規制当局が日本の市場で BNB の取引を許可すればですよ、 BNB は大丈夫かもしれないというシグナルをですね世界的に発信することになるんですよ。そう、これが結構大きなポイントとなっていて、SEC といったらね皆さん思い出していただきたいのが XRP なんですけれども、なんかねそういったところでねこういろんなね全てがこう今結びついてきているような状況なんですね。
そうなので、ぜひね、こういったところゆるふわのね、毎日の YouTube をねチェックいただいて、ちょっとずつね、ゆるふわと一緒にね知識をね増やしていっていただけたらなと思います。本当にこういったね些細なことだったりするんですよね。トークンの価格が一気に下がったりとか一気に上がったりとかっていうのが起こるのがクリプトなんですよ。なので、ここはちょっと興味ないからなとかではなくて、本当ちょっとしたことでいろんなねことがこうなんかガラリと変わってくるのがこのクリプトとなっておりますので、ちょっと興味ないなと思ったとしてもですね、 1.75 倍2倍速でゆるふわのチャンネル毎日チェックしてください。そう、もうね今40分ぐらい話してるんですよ。なのでもう皆さんもね、もうゆるふわのチャンネルちょっとお疲れ気味なね時間帯になってると思うんですけれども、これちょっとね速報なんですけれども、アメリカの政府が資産の運用会社ブラックロックに対して中国の投資に関する調査をね開始しています。このブラックロックに関してもクリプトのね相場にとても影響を及ぼしてくる内容となっておりますので、はい、ぜひねここも注目して見ていただきたいなと思います。もうね全然話し足りたいんですよね。できたらそう毎日の動画20分ぐらいにまとめ、ね、できたら10分でしょ、できたら10分なんですけれども、本当にね20分ぐらいにまとめるのも結構精一杯なんですよ。毎日結構ね話したいことが盛りだくさんで、はい、そういったことはね結構 TikTok ライブとかで話させていただいてるので、はい、ぜひ TikTok の方もフォローしてね、私のねゲリラのね突然のライブにね皆さん参加していただけると、もしかしたらねこの YouTube だけじゃなくてもっとねよりいっぱいね情報をねキャッチして、そしてこのゆるふわのメンバーとねシェアできる環境となっておりますので、はい、よかったらねゆるふわの各種 SNS も同時にフォローよろしくお願いいたします。それではね、今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。